あ、その映画の件。おう、かよこが見たいって言ってたからよ。パチンコで勝ったから連れて行こうと思ってな。ああ、私も見たかったんですよ。見れば？ごめん、その映画昨日友達と見ちゃった。え？最高。よかったな。お母さん。あ、兄貴、ちゃ。なんだよ、あん時かよ。おめえ、盆休みなのにエジプト帰らなかったのかよ。おい、でけえよ、イヤホン取ってよ。あ？それよか、兄貴、これ弾いてみ。何これ？いいから、ほら。なんだよ、うぜえな、もう。ほら。うわ、大当たり。はいはい、こっち来て。おい、なんだ、おい、大当てってなんかくれんのか、おい。あ、仮面マンだ。お、バカ兄弟の揃い踏み。なんだよ、おめえらもいたのかよ。兄貴、大当たりでーす。はい、じゃあ手出して。なんだよ、お前プレゼントってなんだよ。ねえ、僕からやっていい？あ、じゃあウサニーさんからどうぞ。いくよー。失敗ー。失敗ー。失敗よー。あはははは。バジェットウィーン。あ、ここで使うか。呪うぞてめえ。何向けになってんだ。何なんだよてめえらは。よ、やめろって。兄貴話せよ。ほら、てえな、この野郎。てめえもふざけんなよ。なんだよ。いやいやだ、しっぺ大会だって。赤いくじを引いたらみんなにしっぺされるんだよ。俺やるって言ってねえのにさ、なんで殴らなきゃいけねえんだよ。殴ってねえだろ、しっぺだろ。同じことだろ。あんたよせよせ。もうそんなシャレのわかんねえのまでカラカラになったのバカな相手。なんだと。ペンペンペン。ほんと最低だな、お前ら。程度の低い盆休みに集まってしっぺ大会ぐらいしかやることねえのかよ、このクズが。はいはい、もうしっぺの怖いお子ちゃま、帰れ帰れ。お、いいねいいね。殺伐としてて。レッドソン。おい、エジプト。エジプト。俺のレッドイヤーで聞いてたけどよ。ピンポーン、お前正解。お前正しいわ。そうですね。いいのか。はい。やられたままでいいのか。リベンジしてやるよ、そいつらに。でもそのリベンジとかいうほど負けた感ありませんし。いいからやるって。何だ負けた感で。俺はおめえの味方だからよ。こいつらがイカサマスネーか見ててやっから、やれ。はい。あっちゃん、早く来なよ。じゃあいいっすよ、引いて。え、誰から引く。誰でもいいけど。あ、じゃあ白だ。じゃあ、アンギ、どっちか一本引いて。あ、ああ。はっはっは、バカだね、エジプト。引いてやんの、こいつ引いてやんの。天体戦士3レッド。これは、神奈川県川崎市で繰り広げられる、善と悪の壮絶な戦いの物語である。それいけ！アニマルソルジャーの活動資金を得るために、ウサコッツはバイトを始めたのだ。ゲンさん、仕入れの嘘です。お、よろしくお願いします。お、かわいい。じゃあよ、仕入れそこの俺っちの仕事を見てろ。うん、うん、じゃなくてよ。あっついちゃった。僕はいつまで見てればいいの。ずっとだよ。なあ、タバコの火でよ、車って燃えんのかね。え、ほら、俺炎の戦士じゃん。ちょっと興味湧いちゃってよ、今。ちょっと試してみっかな。あ、ちょっとレッドさん、レッドさん、ちょっと。バーカ、冗談だよ。もう勘弁してくださいよ、レッドさん。やっぱ試そう。ちょっと、何焦ってんだよ。おい、前見ろよ、危ねえだろ。いや、この車本当は禁煙なんすよ。呪いますよ、もう。呪ってみろよ。ちょっと。てめえらは本当に懲りねえな。苦しいです。何回不意打ちしてんだ。っていうか、何回もやったら不意打ちじゃねえだろ。はい、何度も同じことを言わせんな。わかりました。本当にわかったんだろうな。はい。もし今度襲ったら
煮えた鉛飲ませるからな。煮えた鉛飲ませるだって、すごい発想。私じゃ絶対思いつかない。正義の味方のくせに。さあゼネ君大丈夫？すごい血鉛だけど。大丈夫です大丈夫です、鼻血ですから。あ、そうよかった。鼻血じゃ止まっちゃえばあれだからね。さてと、じゃあ次いつレッドさんを襲うか。川崎支部でまだレッドさんと対決してない子いるよね。ムキエビさんとかギョウさんとか。あれギョウくんまだだった。ええ、じゃあ次ギョウくんに頼もう。あ、実はもうレッドにボコられ済みなんです。え、ほらバンプ様と集団お見合いした時あったじゃないですか。あの帰り飲み屋でレッドにバッタリ会っちゃって。なんだったら今度やるか合コン。マジっすか。ロニーちゃんだいぶ飲んでるね。顔真っ赤じゃん。ああ、なんだとこ。あれってさ、ちょっと酔っ払っちゃいましたね。表出ろこれ。俺に喧嘩売ってんのこいつ。いい度胸だね。やめた方がいいよ。この人週2でノクティ裏の道場で鍛えてるから。へえ、そりゃ怖いね。レッドさんやばいですって。正義の味方が素人に手出しちゃまずいっすよ。ああてめえはすっかんでろよ。てめえらは世界征服たくらんでるくせに何俺に指図してんだこら。あれ来いよこの野郎。 あいつやべえ。そんなことが。じゃあ誰がいたっけ他に。タイザ君はいいからね。ねえ誰かいないかな。ムキエビさんです。ムキエビさんです。バンプさんちょっといいですか。あ、アーマータイガー君どうしてのこれ。実はこの間玉川でタイガー殺法のジェストリーしてたんですけど、タイガークロー、タイガーラリアット、タイガーパー。全然なってねえな。え、パンチに威力はありそうだけどよ、気持ちが入ってねえよ。お、倒したいやつのことを思って拳に魂入れてみろ。どうしちゃうと。お前プロシャイムの怪人なんだから俺を倒したいんだろう。なら殴るときにその気持ちを口に出してみろ。死ねえレッドとか、くたばれレッドとか。うっす、わかったっす。死ねえレッド、くたばれレッド。いいね。バカレッド、バカレッド。確定申告してねえだろレッド。佳代子さんに振られろレッド。あとこの野郎、黙って聞いてるやつ欲しいのりやがって。あ、今何だった。あ、ここに入った。自分で言って言ったんじゃないですか。うるせえ。で、これっす。カーコンビニエンスクラブに見積もり出してみたんですけど、お店の人がいい人で。うちは車しかやってないけども一応チャレンジしてみるかって言ってくれたんす。そうなの。修理代3万2千円なんですけど、非公式の戦いでもこれ経費で落ちますよね。じゃあ領収書ももらってきてね。正し楽器は鎧修理代で。うっす、やっぱり公式戦を組まなくっちゃね。じゃあムキエビベルズさんがいますよ。あれ彼もまだだっけ。前回は対決前にレッドが帰っちゃったから脳幹ですし。よし、じゃあデルズ君呼んで。ああ、どうも。デルズ君。デルズです。実は3日前溝の口駅前で道に迷ってたらばったりレッドに会っちゃって、暇だから何かやれって言われて体を伸ばしたり縮めたりしていたんです。そしたら路地裏にあったバケツに入ってみろって言われまして。ちょ早くないですか、ちょっとそれ。そしたら抜けなくなって、痛い痛い。レッドケラケラ笑いながら蓋閉めて、痛い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 。いや、僕を左にしてた、痛い痛い。もうどう優しくやってください。なんで先に倒しちゃうんですか。こっちにも襲撃スケジュールがちゃんとあるんです。先に倒されちゃったらスケジュールがパーになっちゃうじゃないですか。パーが悪いのよ。ああ、俺が悪うございました。川崎支部に起きて。バンプ様、買い物してきました。ありがとう。バイヤー君、うちで洗剤って言ったら詰め替え用でしょ。